皆さんこんにちは、こんばんは、ヨッシーです。今日もね、事故物件やっていきます。パート2ですね。はい、よろしくお願いします。どうも、イケピーです。はい、イケピーさん、今日もよろしくお願いよっお願いします。よろしくお願いします。よし、行きましょう。前回、この4枚目の、日記で、人の日記でね、はい、終わりましたんで。いや、確かに。ではね、5枚目の人の日記をね、見ていきましょう。はい、バシコリと通りに行こう。はい、行きましょう。ですね、どこに行けばいいんだっけ。魚を通り行こう。では、魚の方に行きたいと思います。魚魚魚魚あった、魚食べない。はい、拾った。さあ、そのままアパートに戻ろう。これはサンマですか。あ、なんか扉が開いてる。え、どこ。ほんと、うわ、いやー、おじさん、あーはー、しまった、閉められた。すいません、お話いいですか。マスコミかな。お話を聞かせてください。いや、むしろその魚どうしたんだよっていう話になる。あ、なんかある。なんかある。なにこれ。あ、10円ですね。10円拾ったね。てか、これやばいな。なにそれ。首吊りロープ。たたたたたたたら。奥があんの。あ、奥があるんだけど、この奥に行ってもらったら、はい、猫がいると思うんだけど。猫、これ猫。え、猫かそれ。あ、鳥だったわ。これカラスじゃね。ごめん、猫だと思った。あ、パクられた。サンマ取られた。マジで。あ、でもその代わりこれがもらえんだか。なんで。あー、なるほどね。なんで鳥が持ってんだよ。ピンポーン。嫌がらせ。ピンポーン。嫌がらせすぎるだろ。よし、見よう。さあ、皆さん、人の日記見ようね。いや、今日も悪い顔してんな。見ようね、一緒にね。いきます。5枚目。4月8日。今日はお母さんの機嫌が一日中悪かった気がする。朝のおはようもいつもの笑顔じゃなかったし、父さんはと聞くと、うるせえ。で、今までこんなちょっとしたことで怒鳴られたことなかったのに。やばいぜこれ。いや、お母さん、父さんと喧嘩したのかな。一回だけ母さんから話しかけてきたんだけど、あの幼馴染のあいつを呼んでって。あいつももう高校生だし、男の家なんて来たくないと思うけど、それも一人暮らしの男の家にさ。いや、行かないよな、普通女の子は。普通行かないと思うんだけど、でも母さん一人暮らし最初反対してたし、安心したせいなのかもな。あ、だから近いうち呼ぶって話したら母さん笑ってたな。あっ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 。でもなんかあの笑顔不気味な感じがしたな。あ、そうか、よくよく見たら目が笑ってなかったからだな、三つお。どういうことだよ。はい、ということで5枚目終わりましたね。いや いろいろちょっとブレすぎじゃない。6枚目いこうぜ。キャラブレがすごかったぞ今。6枚目いこうぜ。6枚目いこうぜ。6枚目いくのに、はい、今ね、所持金が今70円って書いてあるんだけど、はい、それがね、100円いるんだよね。その100円分いる。あ、100円分いないとダメなんだ。そうそうそう。あそこなんかいない。あ、違う違う、これか。怖い。じゃあ残りの残り30円。そうだね、30円取り行こうか。取り行く。入っていいんですか。入っていいんです。ここですよ確か。ここですね。おー、ちょっと待って、いますね。こんにちは。よし、今行くぞ。いや、あの裏口から確か入れたと思うんだけど。そうなの。とりあえず玄関トントンしてみるか。開けてください、開けてください。じゃあ裏に回ってください。なんだよ、行かなくてよかったじゃん。いや、もうほんと、いや怖い怖い。開けてもらおう。開けてください。もう開いてる説。あ、開いてるのこれ。開いてないよ、開いてない。入れません。あれ、入らせてください。お願いします。どうも、はい。うわー、え、なんだ、何が起こった今。爆音がした今。爆音がした。こっちからしたらただの電気が消えてパッてついたんだけど。こっちから出よう。出れないんじゃないの。あ、出れねえ。お前、人ん家に入った。でもこれ空き家だな。猫が亡くなってる交差点があったんですけど、はい、そこを、左に行ってください。へえ、こっちの方なんだ。あ、猫ちゃんごめんね、ちょっと下げます。なんかいる。なになに、なんかいる。どれどれどれ。
これ。ああって言われた今。ああって言った今。なんかいたよ、なんかいたよ、傘もあったし。あんまりちょっとわからんかった今。なんかあった今。なんかね、傘とね、うん、女の人かな、なんかちょっと見えたけど。全然わからんかった。でもだいぶちょっとホラー感が出てきた。ホラー感がだいぶね、なんかちょっと怖いのが出てきた。はい、そちらを見、ガチャって音がした。何、うわ、なんだなんこれ、見てみよう。覗きましたよこれ。わー、見れる見れる、すげーよ、見れるよみんな。わー、で、なんかうわーって言ってる。うわーってなんもない、なんもないね、やめとこう。赤い壁ってなんか嫌だな。赤い部屋みたいな。あ、なんか落ちてる。これは？あ、10円、お、来た。お、100円来ました。100円分ゲット。それでは行きたいと思います。すいません。休憩させて。タルコーヒーください。妙ね。シワクチャの紙が置いてある。100円。どこかに落ちてないかな。そんなイベントあったの？どこ？俺どこ調べた今。わかんない。どこ今。あ、なんか落ちてる。出てきました皆さん。なんで自販機から出てくんだよ。ということでね、取れません。あれ？どうした？取れない。どうした？ちょっと待って、取れない。あれ？どうした？取れました皆さん。もうやめてよ、バグかと思ったじゃん。皆さん行きましょう。人の日記を覗きに行きましょうね。やだ、本当にやだわ。ねえ、私ね、こういうの大好きですから。うん。それ人としてどうなのそれ。いきます。4月9日、母さんを朝から見なかった。車も置いたままだったけど、どこに行ったんだろう。昨日も様子がおかしかったし心配だ。今日はミラちゃんと話せて、超ハッピー。なんだかテンション上がる。あれ、下がるって書いてある。下がる。あれ。ちゃんと見て。そうなんだ。父さんと仲直りして家に帰ったならいいんだけど。そうだ、母さんがあいつ家に来ることを望んでたから、あいつを呼んだら母さんも喜ぶかもしれないな。ちょっとね、一言いいですか。はい。マザコンかな。あいつもなんだか家に来たそうな感じだったし、明日にでも誘おうと思う。あいつ来るかな。マザコンがすごい。これマザコンかもしれない、ちょっと、うん、さあ、ラスト1ページ、探しに行きたいと思います。さあがね、はい、もう1枚がね、あの1階にね、はい、車があったじゃん、はいはい、あの中にね、あるって書いてあるんだけど、え、あの中に、そう、あれお母さんの車だよ確か。あれ、おばさんって言ってなかったっけ。おばさんの車。おばさんの車だよこれ、おばさんの車。そう、車のキーがね、車のキーがいるんだけど。あ、ほんとだ、てる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 。これっておばさんの車だよ、ね、だよ、おばさんの車だよ。鍵がかかっている。さあ、鍵はどこだ。鍵をじゃあ探せということですね。ねえ皆さん、ここ、あ、赤い壁の、そう、ここ。あかん、あかねえ。あかーん、あかーん。それあれですか、それメガネの人ですか、それ。あかーん。開きませんでした皆さん。あ、ね、あ、イケピとある場所に俺置くかも。どこに置く。車の後ろの路地とか、はい、車の上、後ろの路地なとこに置くわけねえだろうがよ。いやいや、わかんないよ。なとこにな、車の、お前、車の後ろに車の鍵置いたらもう車盗まれちまうぞ、ほんとに。どこだ？ここか？ここか？ここか？あれ？お？お？いや、そこはさっき、乗るな乗るな乗るな。そう、ピカピカの車なんだから乗るんじゃない。乗れた。みんなどうよ、これ。身長がなんかこう、2メーター半ぐらいの。いや、2メーター以上あんだろ。あった、これさすが、さすがイケピ。いや、ここだと思ったんだよね。俺もここと思っとったわ。そつけ、本当に。回って回りましょう回りましょう、乗るな。近道近道。開いた開いた。はい、ということで、お、最後のページを見つけたよ。人の日記を覗く時がやってきたようですね皆さん。いや、恐ろしすぎんだ。覚悟はいいですか。ここね、多分すごいこと書いてある。
マジでわっ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 みたいな、多分やばいことが、呪いみたいな、やべえ怖い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 、助けて、うわー鏡がある。いつ移動させたんですか。私はしてない。大丈夫それ、いろんなもん映らない、大丈夫、大丈夫そう、オッケー。じゃあ、7枚目いきたいと思います。7枚目、逃がさないよ、残りは読めない、逃げまーす。帰ろ、あとで連絡しとけ。そうそう、帰ろ、バイトの時間だ、忘れてたな、バイトの時間だったわ。お邪魔しました皆様、こんにちは、さよなら。扉閉まってる。あれ、覗けんのこれ。え、覗くの。あら、年尾くんだ。近所のおばさんもいて、どうしたんだ。え、あい、あなんだ今の。わかんねえ。俺ちょっと今画面ちょっと見てなかったんだよね。いや、今確実に角度が今違かったような気がしたんだけど今。あ、ちょっと待って、実績ロック解除、バットエンジングだって。え、バットなの、これ。バット、ハッピーエンドまで行きましょうか。いや、ハッピーエンド、マルチエンディング要素が今回あるということで、はい、行きたいと思います。あ、ハッピーエンドめがけて行きましょう。皆さん今ね、グッドエンディングを目指して走っていってます。で、グッドエンディングを出すためにはこのお祈りあったじゃん。お祈りを全部で何箇所ですかね。4箇所です。はい、ということで4箇所今から、お祈りしていきたいと思います。はい、バチコリ祈っていこう。はい、みんなちょっとこの場所が分かりにくいかもしれない。すごい分かりづらいんだよこれ。今のはね、ここです、ここの 裏手の方だね。うん、と、もう一箇所が、こっちか、ここに一箇所ですね。そうですね、そこに一箇所、うん、ここ祈ったっけ。祈ったね。はいはい。あと一箇所は僕が知ってる限りでは、なんだっけ、この裏、あの事故物件の裏、先に家、そこ、そのね、最後の祠がすごい入り組んだ場所に入ってんだよね。オッケーオッケー、教えてくれ。オッケー、バチコリ教えていこう。頼むぜ。さあ祈っていくと、猫ちゃん、猫ちゃんところ戻って、はい、猫ちゃんのとこに戻ってきましたと。はい、でそのまま来た道を戻って、来た道戻る。はい、あ、そこ、え、右のところに。暗いんだよね。え、どこにあるこれ。あ、ちょっと左向いてその中に入ってもらって、こっち奥、あー、この奥にあるんだ。はい、皆さんも、この奥、あれないよ。どこだ。え、ないよ。この広場にあるって書いてあるんだけど。あ、これか。あ、それこれか。あった、はい、ということでここですね。これで、お祈り4回、4回すればハッピーエンドに行けるそうです。急に暖かい感じがする、気のせいかな。これで多分ね、あ、そうですね、それで守りがね、入ったんでね、グッドエンド。ということでエンディングまで行きましょう。基本変わらないと思うんでエンディングまで行きたいと思います。はい、ということで7枚目をまた取って戻ってきました。戻ってきたよ。さあ、ということでこのグッドエンドをみんなで一緒に見ていこうと思う。うん、バチコリ見ていこう。行きましょう。逃がさないよ。あ、変わってねえ、ここは。変わってないね。ここは変わってないんだな。いつも悪いけど、もう帰ろ。後で連絡しとけばいいよね。後で連絡しとこうね。うん、よっしゃ、帰ろう。お邪魔しました、皆さん。さようなら。また来週。あ、開いてる。開いてる。はい、出ます。帰ろ。あ、出れた。彼の家を出てから、ずっと誰かに見られているような気がして、何度も振り返った。しかし、何度振り返ってもそこには誰もいなかった。怖っ。あ、読めなかった。次の日学校へ行くと彼はおらず、彼の席も彼がいた痕跡もなかった。不思議に思い、友達や先生に聞いたが、そんな人は知らないとみんな口を揃えて言う。え、まさかの存在が抹消されてる。放課後またアパートへ行ってみたが、アパートがあった場所は売り地になっていた。通りかかった近所の人が言うには、ずっと前から売り屋だったらしい。え、アパートも彼もどこに行ってしまったんだろうか。私が好きだった彼はもともといなかったのだろうか。すべて私の夢だったのだろうかと。
ヒー The End of Celebrator。 はい、ということでこれがグッドエンドでございました。まあ女の子が生き残るかやられちゃうかっていうとこだったのかもしれないね。確かに分岐はそこかな。はい、すごくね面白い作品になってるんでね、ぜひ皆さんにもこれやってほしいなと思います。はい、ということで、本日の動画は以上になってます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。池美さんもありがとうございました。いや、ありがとうございました。はい、ということで次回もまたホラーゲームやっていくんで、よかったら見ていってください。バイバーイ。さよなら、バイバーイ。